花粉症の人が心配していること、それは咳込んだりとかしたら、もしかしてコロナになったかもとか思ったりとか、倦怠感感じてても花粉症だろうと思って外に出たりして広まるんじゃないかな。そう、花粉症の咳や鼻づまり、倦怠感という症状、これ新型コロナの症状とよく似ているんですね。花粉症なのか新型コロナなのか、その判断方法を専門家に伺うと、花粉症の方の方は8割ぐらいの人は目のかゆみも訴えられますし、それから喉のかゆみとかも、まあ、痛みよりはかゆみが強いですね。だからかゆみが強い場合は花粉症の可能性が強いと思います。かゆみは花粉症の分かりやすい特徴、しかし注意すべきなのは熱なんです、はい、疑わしい症状が出た場合、 37.5 度以上の場合は感染症の可能性を考えるべきと言います。また今年は感染対策が悩みの種に、それは換気です。で、外からの風が入ってくると花粉を運んできますのでね、花粉症の方は鼻の症状が悪くなる可能性が強いですね、そういう場合。感染症対策のために必要な換気が花粉症の人にとっては厄介な問題に、その対処方法は。花粉は結構ウイルスに比べると粒子が大きいので、普通の布とかああいうところでも結構捕まりますのでね。換気を行う際、レースカーテンをするだけで花粉の室内への侵入を大幅に減らせるといいます、うん、そしてもうワンポイント、あとは部屋に入ってきた花粉も特に窓のところが多いですから、カーテンの下とかはよく拭き掃除をするようにするといいですね。さらに新型コロナの影響はこんな問題も。ちょっとボンって言ったりしたら周りがもうなんとなくこう避けられますね。我慢しても出てしまうくしゃみや咳、そうするとどうしても気になるのが周囲の目。そんな中、売れ行きを伸ばしているグッズがあります。花粉症主張缶バッジになります。花粉症の人たちがコロナと間違われないように花粉症をアピールするバッジになります。作っているのは広告チラシなどを制作している会社。コロナ禍で人の役に立つ商品をと、去年の3月からネットで販売を始めたところ大反響、うん、1週間ぐらいで1000個ぐらいは売れたと思います。次から次に注文が来るんでかなり追われてます。価格は送料込みで1個250円、うん、材料費や作る手間もあり、利益はほぼありません。しかし嬉しいコメントが寄せられているんです。いろんなレビューがあるんですけど、くしゃみ鼻水が出始めてきたので、何も言わなくても分かってもらえる方法ですごくありがたかった、とても可愛いですといただいてます。励みになります